今日もお届けします。ミーキーとモーリーのあなたをほっとかない。幼馴染の2人が気になる方をお招きして、その方の素敵なところを楽しく発見して皆様にお届けするトーク番組です。2人とも初めての番組で慣れておりませんが、ゆるくやっていこうと思いますので、温かく聞いていただければと思います。はい、ではお待たせいたしました。本日のゲストは学校法人 KBC 学園地域創生課部長の中曽根誠部長です。噛んでる地域創生室部長の中曽根誠さんです。はい、ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では僕の方からあの中曽根さんの紹介させていただければと思います。お願いします。中曽根さんは僕の妻がもともと KBC 学園で勤務してて、そこで、B ボンドっていう、僕の妻 あの美容室かの先生をしてたんだけれども、縁があって中曽根さんのことをとても信頼してて、とても可愛がってもらってたんですよね。そうですね。可愛がってもらってて、そこで僕もずっと中曽根さんっていうの頭があって、今回毎年どうしても中曽根さんに来ていただいて、はい、で中曽根さんはこの子どもたちのことをとにかく教育に力入れてる方だから、ミキと話が合うかなと思って今回お招きさせていただきました。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。先に、中曽根さんは具体的にどういうお仕事をされてるか教えていただければと。はい、今ご紹介いただいたんですけど、もともとうちは専門学校なので、高校卒業した子たちが対象となるんですけども、もう最近はやっぱりそれだけではなくて、我々ももう40年近く、専門学校やっているので、できたら、例えば高校生の皆さんとか中学生とか、もうそれこそ小学校の皆さんにもこう何かお役に立てるようなものがこう提供できないかなっていうので3年前からそういう新しい部署を作って、僕はそっちで今いわゆる専門学校以外の、教育の方を担当するっていう感じになっています。その地域創生室っていうのはそういう、そうですね、学校外のその学生とか子どもたちに対してのなんか活動を提供するような、そうですね、はい、そういったものをやったり、あとは卒業生だけではないんですけど、社会人の方にもまた何か、専門学校の方の教育を使っていただける分野があればっていうことで、そういうこともやってます。そうですね、社会人向けの研修プログラムっていうことも、書いてらっしゃいますよね。そうなんですね。具体的にどういう研修プログラム、例えば最近だとリスキリングってなんか流行ってるじゃないですか。わからないかも。あ、そうですか。例えば、美容師さんであれば、カットをするとかカラーするとかっていうのは、もちろんやっているし、それもどんどん進化していくので、プラスで勉強するんですけど、それ以外に例えば SNS で自分たちのお店の魅力を発信するとか、あとはもうちょっとしたマーケティングをやるとかですね、そういう新しい技術をつけるっていうのを、例えば社会人向けの講座でやったりっていうようなことを社会人はやってますね。意味が分かりました。リスキリングっていうのはリ・ RE でスキルですね。スキルをつけるっていう、リって多分英語的なそうですね。そういうことなんですね。分かりました。スキルをつけるってことですか。実際これは今行われたことあるんですか。あります、あります。例えば、よくあるのは国とか県とか、そういったところから、我々の方にその委託をしていただいて、最近だと、ホテルの皆さんにそのマーケティングとか、あとビッグデータの使い方とかっていうのを、やっていただくっていうカリキュラムを作ったりですね。すごい、そういったのやってます。ごめんなさい、募集とかどうやってかけてるんですか。募集はですね、例えば、観光のものであれば、コンベンションビューローさんとか、そういったその業界の団体の方にお願いをして、やっぱり社会人の方々なので、なかなかこう集まってっていうのが難しいので、いわゆるネット上に教材を置いて、自主学習していただくっていう感じなんですけど、じゃあ企業さんが、例えばビューローさんがお願いをしてプログラム作って、その社員さんがそれを使うってことですか。そうです。もうそれは、いわゆるその公共のいわゆるお金を使っているので、特にその
受講料が発生するとかではなく、もうネット上に置かれているので、はい、もうあの自分の、まあ、例えば好きなところから勉強するっていうような感じのプログラムになっています。あ、すごい、なんか一般にはオープンではないですよね。その、まあ、ビューロさんはビューロさんがやってて、うん、いやなんか興味あるから。いやいや、もうすみません、実はそこがちょっと今課題かなと思ってね。今美樹さんおっしゃったように、これ一般に公開してないっていうことではないんですよ。実は僕らの宣伝不足で、はい、世の中の人が知ってないっていう。そうですか。はい、多分そういうことだと思います。もう全然あのどなたでも、はい、やっていただいて受講できますか。無料でってことですか。もちろん無料です。もうただ本当にネットの上に置いてあるので、はい、どんどんダウンロードして取っていただくと。いやこれ聞いてる人もうすごいね、うん、なん、これはどうやって、例えばじゃあ KBC が、うんうん、調べて地域創生室に連絡すれば教えてくれるんですか。はいはい、大丈夫です。KBC 学園のホームページ開いていただくと、うんうん、またこれがちょっとごめんなさい分かりにくいところなんですけど、うんうんうん、ずっとスクロールして一番下のところに、はい、4つぐらい、はい、あのバナーが貼ってます。で、そこのところの、こういう、まあ、社会人向けのものはリカレントっていうんですけど、リカレント教育っていうのが、はい、デザインと観光っていうのが2つあるので、今僕がお話したのは観光のところですから、そこクリックすると、はい、もう全部そこから見れるようになってます。またじゃあちょっとすみません、デザインはどんな感じなんですか。デザインもクリックして。はい、デザインも同じで、デザイナーの方にマーケティングを勉強していただくっていうような感じのものになってます。これも無料。うん、一緒です。すごい、なんかすごいね、すごい。聞いてる人ちょっと本当お得な情報なのでね、学べるって、それマーケティングとかビッグデータとかなんかかっこいいじゃないですか、うんうんうん、ね、ビッグデータ勉強したぜみたいな何もわからないくせにみたいなけどちょっとビッグデータねとか言ってたじゃないか、うんうんうんとか言って。でもいいんですよ本当、なんですか、きっかけ作りで、うん、まずそこから、はい、そう、やっぱりもう基礎編なので、うんうんうん、本当に仕事に、はい、これ活用しようと思うと、うん、やっぱりまたご自身でっていうのがあるんですけど、ま でもただ今みたいに、はい、ビッグデータやったぜぐらいの感じのところからやってくれるとなんかいいのかな、ね、入門編っていう感じで、うんうん、いいですね、うん、いやいや、はい、また広めよう、はいね、うんうんうん、中曽根さん今お話ししていたら、はい、こういうおはんこの教育とかに関してとてもニコニコして喋るんですけど、うん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 、テンションがとっても変わるんですけど、はい、そもそもなぜこの仕事を始めようと思ったんですか。そうなんですよ、僕実はもう全く、うん、転職して専門学校に入ったんですけど、はい、前職は、はい、この純駆動さん今あるんですけど、はいはい、そこ昔ダイエーとかダイナハご存知です。ダイナハです、はいはい、そこに僕勤めてて、だからスーパーの店員だったんですよ。全然だから教育とかではなく、はい、あれだったんですけど、まあ、たまたま転職しようと思った時に、はい、その専門学校が就職の指導をする人を、はい、その募集しますっていうことだったので、はい、それだったらこう自分の、はい、就職活動とかの経験とか、はい、まあ、あとは採用とかもちょっとやってたので、はい、はい、そういったものをっていうところがきっかけですね。でもやったらやっぱり、はい、教育って人が変わっていくじゃないですか。そうそう、これが多分こうなんか自分の中でどっかにスイッチが入ったんじゃないかなっていう感じ。そうですね、はい、人がやっぱりこう成長していく過程というか、うんうん、ね、なんか出会いとかそういう学びで変わっていくっていうのはいいですね。いいお仕事ですね。本当に本当です。特に、うん、まあ、こんな言ったら失礼かもしれませんけど、割とうちの学校って高校までは勉強があまり、うん、なんていうんですか、得意じゃなかった子も結構来るんですよ、うんうんうん、だけど本当にちょっとしたきっかけで、うん、もうガラッと変わって、うん、高校の先生とかが、え、あの子、ね、うちの高校そうって、うん、もう全然本当顔つきも多分変わるんでしょうね、っていうようなところをやっぱり見ると、もうこれ本当僕だけではなく、はい、うん、糸川さんの奥さんも多分そういったところが、うん、学校の先生っていうのも、僕の、はい、あ、ごめんなさい、金本さん、はい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 、そうそう、ごめんなさい、で、やりがいなんじゃないかなっていうふうな気がしますね。いや、そうですよね、やりたいことが見つかった子どもたちの目の輝きはやっぱり違いますよね。なんか適当に学校に行ってとかじゃなくて、うん、自分が学びたいことを見つけて、またその学べる環境や、またね、そういう刺激を受けることのできる大人がこういたらワクワクドキドキするっていうか、それがね、そういう出会いがあるっていうのはとってもいいですね、うんうん、はい、本当にそうです。もう特にやっぱり、うん、まあ、大学もそうですけども、専門学校も大体もう卒業すると、うん、
就職じゃないですか、うん、はい、でやっぱりこの仕事で自分がやったことが、はい、こうなんとなく世の中の役に立ってるとか、うん、まあ、具体的に言うとお客さんが喜ぶとか、うん、っていうところをやっぱ感じると、うん、多分こうなんかスイッチ入る人、うん、そうそう多いような気がします。そうですよね、うん、やっぱりねやってたことありがとうってね、あのいただける言葉でいただけるような仕事っていうのはやっぱりそのなんていうの、大変かもしれないけどやりがいとか、はい、生きがいにつながってくるんじゃないかなと思うとね。そうですね、はい、うん、なのでできればまあそういったことを高校生とか中学生とかにも、うんうん、もしかするとこうちょっと働くことに対してこうネガティブなイメージを持ってる子もいる可能性もあるし、一番いいのは将来こういうことをやりたいのでこんな勉強したいっていうふうに勉強と自分 の, そのまあ職業みたいのがくっつくと、はい、こう勉強する意味も分かるじゃないですか、はいはいはい、うん、だからそういったところがやっぱりこうなんか自分の仕事の中でできるといいなっていつも思ってますけどね。そうですね、本当にこれでこう、まあ、中曽根さん、まあ、KBC 学園に入ったじゃないですか、うんうん、今何年ぐらいなられるんですか。もうそうですね25年ぐらい、すごいですかね、うん、経ってます、経ってます、今地域創生課でいるじゃないですか、うん、今後中曽根さんどういうふうにしてやっていきたいなとか、地域創生課をどうやって広げていきたいなとかってあるんですか。そうですね、もうだんだん僕もなんていうんですか、その働きたくても、うん、もういわゆる定年とかっていうような感じとか、 あと場合によってはもう今自分がやってる仕事を後輩たちにどんどん引き継いでいかないといけないってい う,、うん、もう今年齢になってきているので、うん、あ、はい、まあ、まずそれをやるっていうところと、うん、あとはそれがもうちょっと落ち着いてきたら、うん、ちょっとやっぱりなんていうんですかね、僕らの立場的にこう現場に今行けてないんですよ、うん、あ、できれば僕は、はい、現場に戻りたいというか、うん、本当に目の前にいる子たちにこう何かできるっていうようなことを、はいはい、もうちょっと落ち着いたらやりたいなとは思ってます。現場って生徒たちに、そうですね、直接直接、はい、こうガイダンスというかこの就職活動中の学生たちと話をしたりとかっていう感じですかね。そうですね、もう、うん、だからもうどちらかというと例えば面接の練習をするとか、うん、まあ、そういう具体的なことよりも、はい、なんか俺ってこういうのが、うん、やりがいで今仕事してるんだぜみたいな話を、まあ、なんとなく大人としてやるって、はいはいはい、まあ、それがいいとか悪いとかではなくて、はい、そういうサンプルがたくさんあると、はい、あ、こんな大人になりたくないなとか逆にとか、だからこんな大人になりたいなとかっていう風なサンプルになれるといいなっていうのがすごいあって、はい、なんかやっぱ高校生とか中学生と話してると、うん、大人こう何ですか、接触のある大人って非常に限られてるんですよ、うん、親と先生ぐらいじゃないですか、はい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 、だから非常にサンプル少ないので、だから本当はもっといろんな話聞くと、うん、この子の将来も広がるんじゃないかなっていうところもあるので、うんうん、はい、だからもし、僕がそういう話をして、で僕の友達も来て一緒に話してっていう風にやってて、うん、それこそね、富樫さんとか金本さんもそういう話すると、はい、なんかあれこういうのいいかもって思うのが、うん、出てきたりするんじゃないかなって思いますけどね、うん、そういうのやりたいなと思います。そうですね、本当ね、いろんな活動っていうかね、まあ、仕事もそうですけどそれ以外の私もそうですけど活動をしている人たちっていろいろいて、地域に本当はそういうつながりが子どもたちとあればいいんですけど、うん、そういう接点をやっぱり、まあ、人工的にというか作っていく流れを ないと、やっぱりさっき言った限られた大人でしか会えない、うん、でこの子たちはまあ今例えば高校生とかっていうのはまあ学校で勉強して、で友達と遊んでっていう限られた時間でなかなかその学校外の大人と会う機会がないの で,、うん、でそういうね、活動として大人を巻き込んでいって、まあ、子どもたちがその中で出会いの中で、あ、こういう面白い大人がいるとか、あ、自分もこういう、あ、こんな仕事のつき方とか、例えばさっき言った転職も OK とか、はいはい、ね、なんか、ね、自分の好きなこと見つける、やりたいこと見つけるときにそういう近くにいる大人に相談できたりとか、そういう話が聞けたら選択肢が広がるっていうようなね、うん、感じがしますね、はい、本当に、うん、はい、そうだよな。で、ちょっと僕が今気になったのが、うん、前中曽根さんが私に教えてくれたことで、うん、実は国がいろんな給付金はあるけれども、うんうんうん、それを多くの人たちが知ってないと、はい、それをどうしても伝えたいっていう 僕に教えてくれたんですけど、うんうん、まあ、そういうのがあれば逆にミキなんかうんうん、NPO 法人もあるから、はい、彼らと
か子どもたちに使えるようなものがあれば将来ね、うんうんうん、教えていただければなと、はい、そうですね、はい、あのまあ本当に代表的なものは、はい、あの奨学金っていうのが一番代表的なんですけど、はいはいはい、あのもうこれあのだいぶ制度が変わって、はい、2020年から、うん、あの給付型ってて今まではどちらかっていうと、うん、借りて返すっていう、そうですね、はいはい、タイプの奨学金がもうほとんどだったんですよ、はい、だけどこのちょうど消費税が 8% から 10% に上がるときに、うん、まあ、その上がった 2% のうち、うん、まあ、そういったその困っている人たち の、 その機会を拡大しようということで、うんうん、この給付型の奨学金というのが3年前から始まってるんですね、はい、でそれは、まあ、学校でかかる例えば学費とか入学金とか、うん、そういったものがもうかなり免除になる、はい、イメージ的に言うともう7割ぐらいは免除になるっていう方法と、はいはいはい、あともう一つそれ以外 の、 その生活にもやっぱりお金かかるわけじゃないですか、うんうんうん、それを、まあ、これはもういわゆる給付の奨学金が、うんうん、その必要な、うん、タイプに応じて、はい、こう支給されるっていうような形なので、はい、いわゆる生活を支える部分と、はい、あとは学費自体を減免するっていうようなタイプの奨学金が出ているんですね、はい、でただやっぱこれもさっきの僕ら の、 あの社会人向けのものと一緒で、うん、本当は僕らが伝えたい人たちにあんまり伝わってないかな、はい、これなんでそう思うかっていうと、はい、まあ、例えば高校卒業したらやっぱり一定数あの就職する子たちもいるんですよね。そうですね、はいはい、でもちろんそのもう早く社会に出たいっていう、うん、やりたいことが決まってるからっていうタイプの子もいるんですけど、うんうん、でも一定数、うん、うちは多分専門学校にも大学にも行けないから、うん、親からもそういうふうに言われてると、うん、だからもう最初から進学っていう選択肢がなく、うん、もう就職だっていうような感じで就職に行ってる子たちもやっぱりいろいろお話聞くんですね、はい、あれいや違うよ今こんな制度があるし、まあ、もちろんその前のものも返さないといけない奨学金ではありますけど、うん、はい、それが働いて例えば毎月、10万も20万も返すっていうことではなく、うん、やっぱりある一定数、うん、一定量を返せば、うん、あのまあ、いわゆる先行の投資っていうような形もできるっていうようなこともやっぱり誰かこう伝えてあげる、はい、うん、でもこれはやっぱりある意味、まあ、給付型でも、はい、あの国のお金を使っているし、うんうんうん、それは将来自分で働いて、うんうん、はい、まあ、特に例えば税金を払えるぐらいね、はい、やってくれればまた次の人にもそれが行くわけじゃないですか、そうですね、うん、だからそういったものもしっかり伝えた上で制度も伝えるっていうような人がやっぱりいるっていうのは大事なんじゃないかなって思います、うんうんうん、そうですね、あの私今、まあ、児童養護施設の子どもたちを中心に奨学金、給付型の奨学金を、うんうん、まあ、民間でやってるんですけども、で、対象になるその2020年からスタートしたこの制度を使って対象になっている子たちも当然いて、でそれは、まあ、例えば施設だと施設出身の子たちっていうのは分かりやすいですね、はい、先生方も分かってるので、うん、大学に進みたい時にその制度を使ってとかっていうことで申請はされてると思うんですけど、まあ、一般の高校生とかで先ほどおっしゃったように家計が厳しくって、で親がやっぱりそういう情報を持ってなくて、うん、いやいや、もうあなたは私たちがね、もうこんなやって今一生懸命やってるけども、高校卒業したら仕事してちょうだいっていうか、うん、もうやっぱりその学費が出せないからっていうことで、やっぱ知らない方いらっしゃると思うんですよ。だから今おっしゃってた誰か大人がそういうことを伝えることができる、うん、まあ、一番は学校の先生であってほしいですよね、はい、そのガイダンスっていうか、あの進学をするときに就職なのか進学なのか専門学校とかでやっぱりスキルを身につけたいとかっていうところで、こういう奨学金があるよっていうのをこう伝えきれてない部分があるのかもしれないですね、うん、なので、まあ、学校の先生とかがそういうあの制度を知っていて、そういう子たち、まあ、できれば全ての子たちにしっかりと耳に届くように、であの家計に応じてあのこの奨学金も給付型でいける場合と、はい、まあ、あの貸与でもこう貸すものでも無利子であったりとか、うんうん、いろいろ選択肢もあるということと、ね、あの返していくのも、まあ、20年とか25年とか長いスパンで 1,2、はい、万とかっていうのを毎月返していくとか、うんうん、そういうのもあるっていうのが、ね、あの分かるので、できればそのそう自分の家族が大変だからってことで諦めなくないで済むような情報が行き届くような形があるといいなと思いますし、専門学校とかでもあのこの高校生入ってくる前の高校生
たちにそういう奨学金がありますよっていうのをやっぱりお伝えしているんでしょうかね。そうですね、大体これはもう大学とかでもそうだと思うんですけど、今オープンキャンパスっていわゆる学校の中身とか、あとは将来の就職先とかっていうところももちろん伝えるんですけども、その前に、じゃあこの学費をどういうふうに払うんだっていうところも非常に高校生もシビアに考えてますし、場合によっては親子さん一緒に来てくださいっていう形で保護者も一緒にやって、そのお金の話を聞いてもらうっていうのも大体どこの学校もやってらっしゃると思うんですよ。なんかそこまで来ていただければ、情報入りますね。そうですよね、はい、そうね、だからね、親と一緒っていうのがいいですね。そうですね、できればね、親も納得って安心しますね。そうやってあこうやって応援してもらえる制度がとかね、特にやっぱ沖縄はね大変な家庭が多いので、なかなかこの十分に学費を、出してあげられるところっていうのは難しい、本当にあると思うので、ぜひその目を輝かす学生たちが増えてほしいなって本当思いますね。そうですね、そっか、なんか昔思い出して、北部から中部かな、うちの妻が KBC いるときに、中部か北部とかバスで来る子がいますって、ああいう子たち見たらすごいですよね、この修学校に来る意志の強さ、これ聞いた時に本当に僕は勉強しなかった人だからだから勉強する人たち本当に意志の強い人たちってすごいなと思ってですね、バスで中部か 北部かな、バスで通ってた、バスで通ってたって聞いた時に本当にこの意志の強さっていうのはすごいな、学びたいね、学びたいと思った時に意志の強さっていうのはすごいなと思ったし、あと先生たちがのまた意志の強さっていうのもまた大事なんだなと思うし、僕はもう妻見てきてるから、専門学校の先生たちは偉いなと思うし、本当偉いと思う、はい、すごいな、わかりました、あとはごめんなさい、ちょっと中曽根さんが今後ですね、今お話聞かせていただいたんですけれども、逆に言えば今お仕事されている皆さんに中曽根さんから、僕は50代また40代の人たちもいらっしゃると思うんですけども、長らく働いてきた方から、40代30代の人たちにも何かメッセージがあればいただければと思って、そうですね、もう全然本当僕も実はもうたまたまだといつも思っていて、とかあとはもう周りがすごいいい人たち多くて、ラッキーだったなっていうところがあるので、何ですか、偉そうにこうメッセージを発するようなタイプじゃないなって自分でも思ってるんですけど、ただやっぱりさっき、もう僕は少なくともやらないといけないのは、人からそういうことをやられてるわけですよね。特に先輩から、可愛がってもらったし、いろんなことを教えてもらったので、だからそれは少なくてもこう伝えていかないといけないっていうふうに思っているので、もしその30代とか40代の方々も同じような形で、あこういうのって自分はすごい影響を受けたなとか、やってもらってよかったなっていうことがあったら、ぜひそれをもう自分のところで止めるんじゃなくて、その先の人たちにそれを伝えていただくと、多分またそこから先につながっていくじゃないですか、この循環っていうか、あれだね、恩送りってやつだね、これはおそらく彼女も僕もとっても大切にしていることなんですよ、止めないんですよね、とにかく恩をいっぱい受けてるから、必ずそれはなんていうかな、止めないで自分だけでこう囲い込まないで、だからどんどんオープンにしてるし、彼女もどんどんそういう性格だから、これはとっても大事ですよね、本当大事、受けたものを還元していく、その自分たちが接していく人たち、また子どもたちに、そういうことをね、やっぱオープンにしていってやってね、いける、楽しくまた広げていけるし、またそれを、これはできればなんですけどね、やっぱりそう、例えば私たちは奨学金という形で給付型の奨学金をこう今学生をしている子たちに仕送りとして送ってますけど、彼らが社会に出た時にそうやって受けたことを覚えてもらって、でこれ強制ではないのでね、もしそういう気持ちになって、またそうなったから自分も何か社会にできることがあればっていう気持ちになって、社会に還元し、またその出会った人たちに、子どもたちにとか、そういう思いを受け継いでくれたら
理想ですね。いいなと思いますね。はい、うん、はい、うん、そっか、そうだね、はい、そういう社会になったらいいね、うん、でまたあの KBC の皆さんからあのお仕事ハッピー号っていうね、はい、あの活動をあの虹の森文庫私たちの活動の中で子どもたちに体験を、うん、あのお仕事の体験とかまた興味関心のあること好奇心をこうねあのワクワクさせるようなことを、手伝っていただいているというか、うん、でまあね森保と、うん、奥さんの恵子さんお二人でスポンサーになってもらって虹の森文庫に2回目ねこの前やって、ね、来てもらってあのもう大盛り上がりありがとうございますもうみんなね、うん、缶バッジ作ったりまたあのデジでかいヘビが来てたねそうそうあれも大人気ですあとかねすごいあのみんなもうドキドキワクワクしながらやってましたけど、うん、はい、そういうのも恩送りだと思います2人からの恩送りと思っていてありがとうございますこの場で森田さんありがとうございますケリーさんもありがとうございます分かりましたじゃあ、はい、今日もまあこう、まあ、そういう話をしてるんだけどもう時間になってきましたので、はいはい、それではミキより、うん、結びの一言お願いします。はい、中曽根さんも本当に今日森保も言ってたように本当に笑顔が素敵というか、はい、とてもなんていうんですかこうフレンドリーな雰囲気で多分こう例えばですよ部長ですからなんか、ね、部長って感じでちょっとあの、ね、硬いイメージをちょっと描きがちですけどもうとっても笑顔が素敵でお話をされる時に子どもたちの輝くその姿をあのやっぱり現場でか、ね、あの体験されていてそれをまた今後も生かしたいまた活躍活動していきたいっていうところの夢も語っていただいたんですけどそれすごく私もあの共感していますしこれからもまたあの、まあ、仕事のまたライフスタイルというんですかねあのこれからあの続けていく生きがいとか人生の中であのまた子どもたちに影響を良い影響を与える方なんだろうなと思って、はい、あのお話か聞かせてもらってました。ぜひ、私たちとまだ組んでいただいてまた楽しいことをねあのできたらいいなと思ってますのでまたお知恵とかまた体験をあの拝借させていただいて、はい、また力になってもらえたらと思ってますのでよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は学校法人 KBC 学園地域創生室部長中曽根誠さんに来ていただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は第3、第4木曜日の午前10時からの放送なのでぜひ聞いてください。ミーキーとモーリーのあなたを、待ってもう一回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 、はい、もう一回、はい、ミーキーとモーリーのあなたをほっとかない。お相手はミーキーこと糸数美希とモーリーこと金本森康でした。またね噛みまくり